学院大学応援指導部チアリーダーハーティーズです。福岡県の大学、そうですね、最近もうめきめきと実力をつけてきまして、はい、強いチームに育ってきました。高さがあります、はい、面白い形ですね。そうですね、このまあ連続したこうしたあのピラミッドを作っていくっていうのも大変いいと思いますね、やっぱりタイミング合わせてトスアップをきれいにポジションに上がってます。後方からのスポーツーザー、惜しい。もう本番に成功させるっていうのが、そうですね、まあ、常にですね練習をしてもう成功してるんだと思うんですね、しかしここに来るとそのプレッシャーやですね、はい、この雰囲気、はい、これに打ち勝ってですねやるっていうのが大変なことですね。まあ、アメリカの選手も実は今回こう観戦に来てるんですけれども、はい、本当にですね、日本にいましても1日3時間ずつ毎日日本に来ても練習してるんですね。出るわけではないんですけれども、まあ、そのぐらい日本のチアリーダーもですねしっかりと今まで練習してきてますから、まあ、実力をどん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 つけて体力をつけて頑張っていただきたいと思います。バランスが大変難しい技ですね、まあ、どちらかというと相当相対的に見ると荒削りなチームだと思いますけど、まあ、よくやってると思います。そうですね、トスなんかも非常に高いですね、はい、これからが楽しみなチームだと思います、はい、このトスアップ良かったですね、はい、西南学院大学応援指導部チアリーダーズハーティーズでした。